グリーンスポット伝のハーブガーデン紹介です。8月になって真夏のような暑い気候が続いています。夏を感じさせてくれる花というといろいろあるんですが、ご近所のガーデンでミソハギの花がきれいに咲いていました。今日はそのミソハギの様子を動画で紹介します。これですね、この地域に自生するあのミソハギですけどね、こう広い場所だとこういう具合にやってもらったらすごいですよ。これ今これからずっとこの時期まで咲きますけどね、これのあのもっと花の綺麗なのはエゾミソハギですね。これミソハギでしょ。エゾミソハギっていうのがあって、そのパープルルーフストライフ、それですね、それを植えるともっと綺麗ですよ。それも同じような環境で育ちますから、それを植えてもらったらいいんですけどね。こんな感じに至って簡単ですよ。これ植えたらもうずっとありますからね。これ枯れたら冬に秋過ぎたらもうバサッと刈ってもらったらいい。綺麗にしたから、ネギワから刈ってもらった